はようございます。出ちゃう編集部の鈴木優里です。はい、新しい番組が始まりました。ゼロからの物語シーズン0、私鈴木優里が実践をさせていただきます。ということでルールはこちら。今回の企画は女子力を磨く、女子力をアップするという企画になってますので、見てください。今日私女子力満点の格好でお邪魔しております。はい、体幹も鍛えながら、心も鍛えながら、スロットも頑張りたいと思います。初回なのでなんとかプラスにつなげたい、両番引いて頑張りますので皆様ご視聴お願いいたします。頑張るぞ。今回実践させていただくホールは長野県上伊那郡南箕輪村丸い伊那店さんです。こちら、久々に緊張、こんなに緊張する抽選なんて久々だ。77番、いやこれは両番でしょ、お願いします。うわー、うん、ありがとうございます。絶妙です、ありがとうございます。絶妙な番号で70番でした。あ、おはようございます。すいません。さあ取れますかね。みんな歩くのがめっちゃ速いんですけど、すごい速さだな。さあちょっと私は狙い消しの方に行きたいと思います。いやー取れるかな。キー埋まってそう。ちょっと窓巻き系は開いてなかったので断末を打ちたいと思います。これに決めた。はい、ということで本日は丸い伊那店さんにお邪魔しております。抽選が70番だったので何が取れるかなと思ってたんですが、ラスト1台のこちら、男女に出会いを求めるのを間違っているだろうかを取ることができました。ということでこちら打っていきたいんですけれども、まずですね、せっかく打っていくんだったらめでたいので、このメニューを押していただきますとカスタムできるんですよ。でここでカスタムを変えることによって、波ボイスが出て、まあ、ボーナス中の狙ってとかそういう声が自分の選んだお指揮所になるんですね。で、まあ、個人的にはシルさんとかリュウさんも好きなんですけど、なんかヘスティアちゃんがね一番勝てそうな気がするので今日はヘスティアでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで早速打っていきたいと思います。弱点ですね。子供たち道を示す。あ、スイカかな。スイカでした。すいません、ちょっとボーナス察知しちゃったんですけど、一応こっちですね、白ナナのスイカを狙ってたらここでミノタウルスの役物が光って、エイナスイカって言ってね、設定差があるセリフとかが見れるスイカが取れるんで、すいませんボーナスタッチをしちゃいました。お待たせしました。本日のアドバイスするよ。はい、ということで61ゲームですね。スイカからのファミリアボーナスです。ですね、私の狙い台の候補でもありましたリゼロから始まる世界生活、なんとパジャマが出たそうです。あ、これデフォルトの画面です。いや黄色か、こっちが欲しい。
いやベル君、色男でしたね。やられました。あー、3択成功すればこれ R 手に入ります。無念ねえ、団立ちの何が好きって、スタでもね、己の引きで出玉を伸ばすことができるんですよ。まあ体感ですけど、完璧に体感ですけど。おお、かわいい。ザクチャンス目、ザクチャンス目ですね。こちら設定差がありまして、ザクチャンス目からのボーナス当選に、設定差があります。6でね、 75% くらいでボーナスに当選するので、しっかり狙っていこうと思います。入りました。ファミリアチャンスでございます。いやー、弱チャンス目からのファミリアチャンスか。ただね、このファミリアチャンスで玉があまり出ない代わりにですね、設定差のあるねキャラクターが出たりとかするので、一応ね、81ゲーム、投資が変わらず3本で弱チャンス目からのボーナス、ファミリアボーナスです。むむ、成功させたいな。さっき順押しダメだったから、もう一回順押し。そう、入りました。ナイスです。もうね、ここに入れないと何も始まらないんですよ、断末といえば。これでスタート地点にようやく立ちました。このね、3択なんですけれども、押し順でね、正解すれば RT がもらえます。6ゲームですね。ということで、スロープレイをゲットすることができました。じゃあね、30ゲーム間続く RT となっております。おっと、強ベル、これも悪くはない。ぬぬ、これはさっき強ベルだったからディバインジャッジじゃないですかね。なんでバーネライしちゃったんだろう、すいません。設定差あるところ来ました、すいません。RT 中ですね、ディバインジャッジを獲得することができました。さっきオベルからのディバインジャッジシングルの方ですね。ということで、先ほどの、ね、ボーナスと前回のボーナス引いて100ゲーム間で当たったので、トータルで296枚。まで、さあ昇格あるか、マルチに昇格しろ。うい、ということで、あのね、女子力アップというところで今回の企画がね、走ってるんですけれども、 あんまりね、女子力が高いところがないんですよ、私って。ラーメン大好きだし、アニメも大好きだし、ゲームも結構好きなんですね。まあ、ゲームは携帯ゲーム、ね、つむつむとか、もちろん断末も、あと窓マギの紛れ子とかもちょこっとやってたんですけど、あとモンストとか、割とね、幅広く携帯ゲームはやってます。で、まあ、その中でアニメというところでね、お話ししますと、このベル君、主人公、この彼ですね、彼の声をやってるのが松岡義嗣さんって方、声優さんなんです。この声優さんね、なんとね、リゼロのペテルギウス・ロマネコンティの声をされてて、もうね、こんなに爽やかなね、ベル君は爽やかな感じなんですけれども、本当にもう幅の広い声優さんなんですよ。最近だと、呪術廻戦のメカ丸の声とか、あと直撃の相馬のね、雪平相馬とかのね、ソードアートオンラインのキリト君の声とか、本当にね、もうアニメ好きが、まあ、大体見てるであろうアニメのね、主人公の声とかをたくさんされてる方なんですよね。ただ、声優さんはそんな詳しくないんですけど、松岡義嗣さんが声をやってる
アニメは割と網羅してて、おそらくね、私こういうフェチですね。またね、このヘスティアちゃん、こちら水瀬のりさんっていう方が声優さんなんですけれども、ね、水瀬さんも実はね、リゼロのレムの声をしてるんですよ。そうなので、あのベル君とヘスティアちゃんはリゼロのペドルギルスキウスとレムのコンビっていうね、なんかなんだかなっていうなんだかなというコンビでございます。押してほしいな。でいやー、 RT 行かないかな。 RT 来た。そう、この先ほどのね、ジャックチェリーで、あの RT 広角にいたので、先ほどのジャックチェリーでソロプレイをゲットすることができました。ということで、132ゲーム、ソロプレイ入りました。投資は必ず変わらず3本ですね。ローベル、よし、ローベルで取れてないか。むむ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 、これはボーナスということで、先ほどのキョベルからボーナスをいただきました。11ゲームですね。投資変わらず3本です。ということで、ファミリアチャンスをいただきました。これですよ、このどっちか。マルチ来い、頑張っていこうぜ。人生そんなに甘くない。デバインジャッジシングル、あ、強いの来た。チャンス目、チャンス目だ。これはもらいましたね。外れ目だからボーナスですよ。来ました。はい、ファミリアボーナス、お願い、マルチをちょうだい。お願い申す。で、うん、頑張っていこうぜ。おお。チャンス。チェリーだし。マルチプレイ、もうね、ここに入れないと始まらないマルチプレイの
物語が始まります。はい、時間は早いですが、ひとまずここで1本目の動画は終了です。これから店内状況を見ていきたいと思います。それでは店内状況を見ていきます。こちら番長スリーコーナーですね。角の台、絶頂を引いているというお話を伺っております。でお隣の台も通常 BB を引いておりまして、まあ、常連さんの話によると全体的に、まあ、奇数で5を使われていることが多い店舗さんというふうに伺っております。まあ、稼働を見ていただいてもね、お分かりの通り本当にね、台が開かない状態でずっと稼働しております。でこちらの台も通常 BB3 回引いているという話で、この台は絶頂4回引いているということで、本日出玉も7000枚ほど取れております。後ろ側もですね、角台と角から3番目の台が絶頂を引いているということで、まあ、ご覧の通りですね、とっても稼働がいいのがね、いつも状況がいいのを物語っているのかなと思います。はい、続きまして絆2、こちら角台からですね246が出ているというふうに伺っております。絆コーナーですね、全体的に偶数ベースが多いとのことで、角から4番目、こちらの台ですねからも444人が出ているということで、手頃確保されているみたいです。